皆さんこんにちは、ピカルです。今日の動画はグレイルの夏のワンピース特集をやっていきたいと思います。はい、というわけで最近暑い日々が続きますが、皆さん体調崩してないでしょうか。こんな暑い日はやっぱりワンピースの登場頻度がかなり高くなると思うんですけれども、今回はたっぷり11項でお見せしていくので、ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルでは大人かわいいスタイルポコーデを紹介しています。ヘアメイク含めたトータルスタイリングを提案しているので、おしゃれになりたい方はチャンネル登録お願いします。それではルック1いってみましょう。ルック1はストラップギャザーワンピースを紹介します。夏らしい爽やかなブルーのワンピースです。私が身長162センチで、膝下25センチくらいで、かなり巻き下着になるかなと思います。肩のリボンとか胸元のギャザーがポイントになっております。ストローハットを合わせて夏らしさ全開のワンピコーデでした。はい、では次のコーデいきましょう。ツーウェイバルーンスリーブワンピースを紹介します。ちょっときれいめな印象になるワンピースですね。足元はヒールを合わせてルック2が完成です。色味は黒っぽく見えるんですけど、実はネイビーカラーになっております。マーメイドシルエットになっているので、裾に向かって広がるシルエットになっております。全体的にスリムな形にはなってるんですけれども、後ろスリットが入っているので歩きやすさは問題なさそうです。サイドチャックで着脱できるタイプになっていて、ストレッチはあまり効いてない素材になっております。何よりポイントなのがこちらのバルーンスリーブ、肩を下げてオフショルで着ることも可能です。ちょっと気合い入れたい日にぴったりなバルーンスリーブワンピースでした。はい、では次のコーデいきましょう。花柄ジャガードリボンティアードワンピースを紹介します。足元はサンダルを合わせて全身ホワイトコーデが完成です。夏といえば白ということでホワイトコーデにしてみました。丈感は私の身長で膝下20センチくらいで、結構長めかなと思います。白なので透け感気になる方多いと思うんですけど、花柄のエンボス加工でかなりしっかりした生地感なので、意外と透け感は気になりませんでした。ただ濃い色のインナーとかだと、もしかしたら透けちゃうかなと思うので、気になる方はペチコート着た方が良さそうです。肩のリボンがとっても可愛いワンピースですね。ティアード型になっているので、お腹や腰回りをカバーしてくれるワンピースでした。はい、では次のコーデいきましょう。次はストライプ柄バックレースアップワンピースを紹介します。前開きになっている爽やかなストライプワンピースです。全体的にゆったりしたシルエットなので、体型カバーができるワンピースです。私の身長で膝下20センチくらいですね。半袖も結構長めに作られているので、二の腕カバーもバッチリのワンピースです。全体的にゆったりとしたシルエットではあるんですけど、ストライプ柄なので縦長を強調してくれるかなと思います。しっかりプリントの生地になっているので、透け感は気になりませんでした。胸元は V カットになっていて、一番上まで締まらない仕様になっております。さりげないバックレースがポイントのワンピースです。蒸し暑い日に着たいワンピースでした。はい、では次のコーデいきましょう。花柄フリルスリーブワンピースを紹介します。くすみピンクの花柄が大人かわいいワンピースです。やっぱり夏は花柄が着たくなると思うんですけれども、こちらのワンピースはそこまで派手派手になりすぎないので、着やすいかなと思いました。私の身長で膝下20センチくらいですね。結構薄手の素材にはなってるんですけど、スカート部分はしっかり下地がついてるので、透け感はそこまで気になりませんでした。ただ生地感が薄いので、インナーのラインはもしかしたら響きやすいのかなとは思います。ウエスト部分はゴムになっていて、フリルネックになっているのが特徴です。脇はちょっと開いてるので、インナーが若干見えてしまうかなとは思いました。フィット&フレアのシルエットなので、スタイルアップして見えるワンピースです。女子会で着ていきたい花柄ワンピースでした。はい、では次のコーデいきましょう。シャーリングティアードワンピースを紹介します。とっても着心地がいいワンピースです。形的にはリゾートとか海に行く時に着ていきたいワンピースかなと思います。落ち着いたチャコールグレーなので、普段使いでもいけるかなとは思います。地味に便利なのが、こういうワンピースってやっぱインナーが気になるんですけど、こちらは肩紐が太いデザインになってるので、キャミソールとかであればそのまま着ることができそうです。透け感のない生地になっております。胸元はシャーリングになっていて、締め付けがないので着やすいかなと思います。
リゾートでもプライベートでも着やすいシャーリングワンピースでした。はい、では次のコーデいきましょう。次はバックレースアップワンピースを紹介します。こちらのワンピはですね、他のワンピよりはちょっと短めになるので小柄な方も着やすい丈感かなと思います。よく見るとスカートのフロント部分がちょっと短くなっていてアシンメトリーな形になっております。バックレースアップになっているのでウエスト周りがかなり細く見えるかなと思いました。前開きになっているので着脱がしやすいです。夏って結構かぶりのワンピースってメイクが取れたりして気になったりするじゃないですか。なのでこういうシャツタイプのやつはかなり重宝するかなと思います。はい、では次のコーデいきましょう。次はフラワーレースワンピースを紹介します。普段着にも特別な日に着ても可愛いブラックレースのワンピースです。かなり上品な印象になりますよね。膝下20センチくらいかなと思うんですけど、実際の裏地は膝下10センチくらいでレースの透け感が強調されるようなデザインになっております。ウエストマークされているのでスタイルアップ効果も抜群です。黒なのでさらに引き締まって見えるのが嬉しいポイントですね。ウエスト部分がシャーリングになっていて、こちらはゴムなので伸縮性があります。脇の開き具合はこんな感じで、お袖のフリルが二の腕をカバーしてくれるのが嬉しいワンピースでした。はい、では次のコーデいきましょう。次はニットチュールドッキングフレアワンピースを紹介します。カチューシャを合わせて可愛い印象にしてみました。トップス部分はニットになっていて、スカート部分がチュールになっているデザインです。トップス部分がニットなので真夏の外炎天下の時はちょっと暑いかなとは思うんですけど、一日室内で過ごす時とか秋口にまで長く着れるアイテムかなと思います。柔らかいベージュカラーで優しい印象になります。お袖はパフスリーブになっていて、首元はプチハイネックになっております。1枚でコーデが決まるドッキングワンピースでした。では次のコーデいきましょう。ベルト付きビッグカラーワンピースを紹介します。夏らしいカゴバッグを合わせてコーデが完成です。こちらのワンピースは結構丈が長めかなと思いました。ただ私がこれ L サイズを着用しているのでそれもあるかなとは思います。前開きで着用できるタイプなので着脱がとっても楽ちんです。太めのベルトがついているのでメリハリがついてスタイルアップすることが可能です。そして何より特徴なのがこちらのビッグカラー、そして全体的にステッチが入っているのが特徴ですね。夏に着たいネイビーカラーという感じで、ビッグカラーがとっても可愛いワンピースでした。はい、では次のコーデいきましょう。カシュクールフレアスリーブオールインワンを合わせていきます。今回はワンピースではなくてオールインワンの紹介です。オールインワンはトイレが若干めんどくさいなっていうところはあるんですけど、やっぱり着ると可愛いんですよね。ワンピースとはまた違った良さがあるかなと思います。ハイウエストで切り替えになっているので足がとっても長く見えます。パンツ部分はワイドなシルエットになっているので肉感を拾いにくいです。トップス部分はこんな感じで、実は中にキャミソールが入っていて、お袖がフレアスリーブになっているので二の腕のカバーも完璧です。着痩せ間違いなしなオールインワンでした。はい、というわけで今回はグレイルのワンピース特集、一つオールインワンがあったんですけれども、全部で11コーデお見せしていきました。どれも可愛すぎるんですけど、今回の私のお気に入りはルック2です。皆さんのお気に入りもコメントでぜひ教えてください。最近ダイエットを始めたんですけど、しっかり栄養をとって減量していくスタイルなどでなかなか体重が減らないんですけれども、こちらのルックブックでも徐々に皆さん変化に気づいてもらえたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。